今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は3万1,878人でした。3万人を超えるのは初めてのことで、過去最多となります。これまでの最多は、今年し2月2日の2万1,562人でした。今日時点の重症者用の病床使用率は、昨日から1.5ポイント上がって16パーセント、 全体の病床使用率は0.7ポイント上がって44.2%です東京都はきょう新型コロナのモニタリング会議で医療提供体制が逼迫しているとして4段階で示される警戒レベルを最も深刻なレベルに引き上げました最も高いレベルになるのは3月17日以来のことです専門家は7月に入ってから検査の陽性率が急速に上昇していて 都民の100人に1人人にが陽性者ととしししててて療養をしていいるる状況であると分析していますまた感染状況の警戒レベルについては先週すでに最も高いレベルに引き上げられていて基本的な感染防止対策を今一度再点検し徹底する必要があると警鐘を鳴らしました小池都知事は医療提供体制をさらに強化するとしていて 都民に対してワクチン接種や換気の励行など感染防止対策の徹底を呼びかけました。